京都造形芸術大学は、京都府京都市左京区北白川竜山にの116、日本部を置く日本の私立大学である。1991年に設置された。大学の略称は、売り芸、グア。2020年4月1日に大学名を、京都芸術大学に変更。旧名称は、京都造形芸術大学。 1977年に短大に改祖し、京都芸術短期大学を開設。1991年に、現在の4年生大学を開設し、2000年には、短大を、九州合併しているほか、子ども芸術大学や、通信教育部の開設などの大学経営なども、行っている。2008年には、京都造形芸術大学の大学院,院長に、かつて、 ニューアカデミズムで一世を風靡した、浅田明が就任した。2016年現在、学長は、地震学者で、京都大学の総長、日本学術会議座長を務めた、お池和夫。理事長は創設者の徳山義信の実施の徳山、豊。学園長は、元内閣総理大臣の細川森弘が務め、その後2014年の東京都知事選後の細川の、 辞任に伴って、徳山義信が就任したが、徳山義信の死後、そのポストは空席のままになっている。学生と学外の企業や自治体との協業による実践的なプロジェクトが盛んであり2014年にオープンした D&D パートメント、京都バイ、京都造形芸術大学では長岡県名率いる。 d デパートメントとの協業のもと、京都のロングライフデザインのリサーチから、商品発掘、生産者との出品交渉、売り場準備、ギャラリー企画の立案から実行まで、開店に向けたすべての作業が学生とともに進められ、約30坪の和合書を改装した店内では、食品や書籍なども含めた約400のアイテムの商品が、ラインナップされた。2016年、 アニメショップアニメートのグループ企業、株式会社ムービックとの協業プロジェクトが発表され、学内の流館での専門のショップの開店、人間館内にあるギャルリオーブで漫画家の天野明の展覧会の開催がアナウンスされた。秋元康氏は2005年に本学の教授に迎えられた後、2007年に副学長に就任し、さらに、 大学20周年の校歌を制作し、それを歌唱する AKB48 メンバーの衣装を学生が手掛けるなど、2013年3月に退任するまで関係があった。京都芸術大学の高原キャンパス内には、朝鮮民族の詩人、陰東中が、かつて生活した下宿跡地があり、2006年に陰東中の作品、女子の死碑を、 キャンパス内に混流し、毎年命日に追悼法要を行っている。創設者の徳山義信は、陰東中との不思議な縁について語っており、陰東中の私費がある。高原校舎は、京都造形芸術大学発祥の地。今のうりゅう山キャンパスが建てられる前は、本校舎だった。徳山義信は、戦後、学生アパートがあった。この土地を購入したが、 陰東中が生活していたことを知ったのは後のことだった。1950年、徳山義信は朝鮮戦争に反対する運動に身を投じた。戦争で使用される爆弾の搬送を阻止しようとして逮捕された。徳山義信は陰東中先生が民族独立の戦いの途上で獄死してから5年後、私の戦いは朝鮮との関連で始まった。 そしてこの地に大学を創立し、芸術を通した平和を追求している。私の青春がこの地で始まり人生のすべてとなった。運命的なものを感じる。と語り、徳山義信は、朝鮮の独立のために戦った、陰当中の精神を検証する思いで死費に祈りを捧げた。そして、 植民地支配と戦争過担という日本の歴史的責任について言及しながら、日本人は朝鮮の統一と世界平和のために戦う義務がある。東アジアの平和と安定、それこそが日本の生きる道だ。と主張した。徳山義信は朝鮮の大学との提携、学生の交換などについても意欲を示した。2008年には卒業制作展に、 国内の北朝鮮を題材とした映像作品の展示。2019年には SDGs の実践をテーマとして、京都朝鮮中高級学校の学園祭を取材執筆なども行っている。1986年、旧京都短期芸術大学に日朝関係史学者、現在では一般社団法人在日コリアンがマイノーリティ人権研究センター理事長を務めている。 中尾博士が教授に就任。2002年からは、京都造形芸術大学客員教授に就任した。2001年から政治学客員教授として、立憲民主党幹事長、民主党日韓議員交流委員会幹事の福山哲郎が就任し、2003年には、京都造形芸術大学の母体である、学校法人、うり山学園理事にも就任している。 2007年には、元文部官僚、学校法人コリア国際学園理事、また映画評論家の寺脇健が芸術学部、映画学科客員教授に就任し、2011年からは、同学部漫画学科客員教授に就任した。2011年に、コリア国際学園と京都造形芸術大学の連携協定を締結する調印式が行われた。 2014年から2017年まで芸術学部、文芸表現学科客員教授として、ポリタス編集長や、愛知トリエンナーレ2019、表現の不自由展の芸術監督を務めた、津田大輔が就任していた。また、愛知トリエンナーレから、名称が変更された、国際芸術祭、愛知2022の監督に、ウリュー、山学園京都芸術大学教授で、 森美術館館長を務める愛知県出身の片岡、学美が就任した。2019年8月27日、開学30年目となる2020年4月1日付で、大学名を京都芸術大学へ変更することを発表した。2019年9月、京都市立芸術大学は、大阪地方裁判所に京都芸術大学の名称使用里目を求めて、 2020年8月27日、大阪地方裁判所は訴えを退け、京都市立芸術大学は敗訴した。9月に、同大学が構想し、2021年3月に、結審した。3月4日の高等弁論集結後、裁判所の仲介により和解が成立した。キャンパスは、白川通り沿いの東山36方の一つ、うり山の裾野から、 斜面一体に位置し、既存樹木との共存が図られている。校舎は、白川通り沿いから、雨流山のかなり上の方まで広範囲に建てられており、高低差が激しい。だがエレベーターを乗り継げば、かなりの場所に行くことができるようになっている。キャンパスの移動は極力、バリアフリー化するようにしているものの、物理的な制限もあることから、すべての場所が、このように整備されているわけではない。 松林館の屋上は展望台となっており、京都市街が一望できる。五山送り日の内大文字を除く四山を同時に望むことができ、一部の場所からは大文字も望めるが、五山送り日の当日は、抽選に当選した関係者だけが立ち入りを許される。大学の改変に伴い、キャンパスの拡張、建て替えが盛んで、歌舞伎やオペラなどにも対応した劇場。 春秋座をはじめ、大小様々な建物が立ち並んでいる。ランドスケープデザイン領域を要する、環境デザイン学科が、キャンパス内の樹木のケアをしており、キャンパス内の赤松群は、東山の中では、唯一に近い群生を見せている。2008年3月には建築家、熊健吾による、新校舎、市政館が完成している。他にも、東京、外苑キャンパス。 大阪サテライトキャンパスがある。京都芸術大学、東北芸術工科大学外苑キャンパス2007から2010年度の、入学者2011から2012年度の、入学者2013年度の、入学者2014年度の、入学者2015から2016年度の、入学者2017年度の、入学者2012年度から2013年度の、 通信教育部2014年度以降2011年度2012年度から2014年度の入学者2015年度から2016年度2017年度2013年4月当時理事長であったことく山義信をモデルとしたストラップをキャラクターデザイン学科の客員教授の宮脇修一が社長を務める海洋堂とコラボレーションし制作スケルトン ゴールド、シルバーの3種類が用意され大学内で販売されている。2019年2月15日、大学側が主催する詩人、院東中追悼会及び交流会が大学のキャンパスの私費前で2月15日に開かれた。この日は、理事長の徳山豊や、学長の大池和夫をはじめ、在日同胞など関係者ら約80人が参加した。 中央坂大官民国総領事館の体系総領事は追悼会及び交流会に出席し今年は我が民族が日本の植民地支配に立ち向かい平和的に自主独立を叫んだ3.1独立運動100周年としてより意味深いといい韓日関係が政治的に厳しい時こそ非暴力平和 人道主義という共通性を持つ3.1独立、運動と、陰頭中詩人の精神を振り返りながら、葛藤を乗り越え、友好と協力関係を深めていきたい。と述べた。最寄り駅は、永山電鉄永山本線、茶山駅。最寄りバス停は、上果手町京都造形芸大前、上果手町である。本部棟前の白川通、南行きバス停は、 京都造形芸術大学の寄付によりバス停としては凝った作りとなっている。なお、一部の系統は東倉間口通行差点を挟んだ南側の停留所に停車する。すでに名称として知られる京都市立芸術大学との混同が危惧されている。京都市立芸術大学は京都造形芸術大学の京都芸術大学への大学名変更に対し、 当事者間では解決の方向性を見出しがたいと判断した場合は法的措置も含めた適切な対応を取るとした。京都造形芸術大学が京都芸術大学に解消すると発表したことを受け、京都市立芸術大学が2019年9月2日大阪地方裁判所で訴訟を提起した。チェンジ .org では京都造形芸術大学関係者によって 京都造形芸術大学の京都芸術大学へ名称変更についての反対署名のタイトルで名称変更の中止署名活動が開始され京都市民京都造形在学生卒業生の署名等が集まった京都市長の角川大作京都私立芸術大学の卒業生は大学名に誇りを持って活躍し世界で 京都芸大、経芸卒業生としての活動実績を積んでいます。大学の名称は、大学に関わってきた、そして大学を支えていただいている多くの市民や、関係者の方々の思いが込められている非常に大切なものです。大学が新たに名称を変更される場合は、既存の大学と混同しないよう、明確に識別できるようにすべきであります。 とのコメントを発表し、今一度新しい名称を再考するよう、京都造形芸術大学へ呼びかけた。京都造形芸術大学理事長は、本学が話し合いを申し入れていたところ、一方的に訴訟を提起した旨を発表した、本学としては、京都市立芸術大学の真意を図りかねております。と公式ページにて発表し、名称変更について、法的にも、 一切問題はないと考えているとした。京都市立芸術大学理事長は、当該名称は、本学の名称や、一般的に通用している略称と同一あるいは、告示しているため、受験生や、本学の在学生、卒業生をはじめ、市民の皆様や芸術を愛する幅広い人々に、大きな混乱を招くと危惧し、再三、中止再考を、お願いして参りました。 と、事前に、京都造形芸術大学と対話を幾度もしようとしていたことを語っている。また、京都市立芸術大学理事長は、こうした中、京都造形芸術大学が8月27日に、名称変更を正式に発表され、本学及び京都造形芸術大学の在学生、 卒業生をはじめとする多くの方々の中で予想以上の混乱が生じている状況です。と話し、8月30日付で京都造形芸術大学のホームページに発表された開学30周年グランドデザイン2030についての学長コメントにおいて京都芸術大学の名称に変更するという。 従来からのご主張を維持されておられることを確認し、やむなく、訴状を提出することにした。と説明した。また、京都造形芸術大学が、京都芸術大学と解消した後も、京都市立芸術大学はそれを、旧京都造形芸術大学名称について、係争中のため、旧名称で表記していますと記載することを表明した。2011年に、 京都造形芸術大学のウルトラファクトリーにて、京都造形芸大在学生グループ6名らが、教授同金有事士の指導の下、電話ボックスに金魚を入れた作品、テレキンが制作され、大阪カンバス推進事業の公募に入選。同年10月に、大阪市内にて展示へ。2012年3月、奈良県のイオンモール大和郡山に続き、 大和郡山市で開催されたイベントで再展示。同年8月、福島県岩き市の現代美術作家、山本信樹が自身の作品、メッセージに告示した、テレキンが昨年に引き続き出品されることに対して、出品停止と内容変更を大阪カンバス事務局に抗議し、大学側は出品を辞退。2013年3月、地域団体系プールにより、 第53回、山和氷山お城祭りで、テレキン2013が展示され、その終了後に、作品の部材が、金魚の会に譲渡される。同年10月に同会により、金魚電話として展示される。同年12月、山本は、金魚の会の代表者、及びイベントの実行委員長に著作権の侵害があるとして抗議した。しかし2016年2月、 金魚の会から金魚電話の部材を譲り受けた同営源代表と柳町商店街有志が大和郡山市内に金魚電話ボックスとして作品を常設展示した以後は逆に山本がパクリであるといった誹謗中傷を受けることもあった。引き続き山本は管理者である柳町商店街側に抗議するが事態は改善しなかった。 2017年2月に、円満な解決を目指して、山和郡山市の隣町である、奈良市在住の作家両美智子が、山本の代理人として、商店街理事長と交渉を開始。同年6月、口頭での合意に至り、金魚電話ボックスは、山本のメッセージが原作であることを明記し、作品を修正した上で、公認作品として、再スタートを切ることになった。 しかし実際は8月に仮の説明版を一時的に設置したのみで10月に柳町商店街が一方的に合意を破棄し説明版を撤去したそこで山本は山と郡山市に仲裁を求め代理人が市長副市長と面会市は商店街とも交渉し山本と双方協定書を示したが不調に終わった2018年4月 商店街側は作品を撤去しつつ、山本の著作権は侵害していない、裁判になったら断固として戦うと主張。同年9月、山本は商店街他に訴訟を提起。金魚電話ボックスが自身の作品の著作権を侵害したとして、2014年から2018年まで市内に展示した商店街側に330万円の 損害賠償などを求め訴訟を起こした。京都造形芸大側は、当時1年生であった6名は平成4年前後の生まれであり、山本氏が発表された1998年の作品を先行作品のリサーチにおいても気づいておらず、異教性という点では参照できる状態ではなかったとし、もちろん先行作品のリサーチで、 そこに及ばなかったことへの指導上の課題、主張の客観性という点でのご意見はあるかと思いますとした上で、指摘されている海外も含めた他の作品と本質的な特徴の同一性を有するとは言い、がたいとした。2019年の一審判決は、山本作品を発想はアイデアにとどまり、著作権保護の対象とならないとした。しかし、 2020年1月14日に大阪交際にて高訴審判決がされた。交際判決は受話器から気泡を出す表現について音声を通すための受話器に空気を通し気泡を出すことによって通話を早期させる表現は創作性があり作品全体が著作物と認められると判断。類似の作品を作った商店街側の著作権侵害を認定。 山田洋蔵裁判長は著作権侵害を認定し、山本の訴えを知りけた一審、奈良地裁判決を変更し、商店街側に計55万円の支払いなどを命じた。判決によると、組合側は山本が2010年に発表した、作品と表現面で同一性のあるオブジェを設置し、著作権や人格権を侵害したとした。判決後、大阪市内で、 記者会見した山本は一つのガイドラインを示せた。完全勝訴でホッとしている作家として作品の著作物性を認めてほしいと起こした裁判だった。ほぼ全面的に私の主張を認めていただいた完全勝訴。今後もこの作品を色々な形で展開していきたいと話した。一方、商店街組合側は上告の有無を含め、 対応は今後調整するとコメントした。京都造形芸術大学はコメントしていない。京都造形芸術大学は社会人向けに公開講座を提供しており、2018年4月から6月にかけて、人はなぜムードを描くのか、見たいのか、と題した前5回のオムニバス講座を外苑キャンパスにて開いた。その際、ある講師が、自らが、自己に及ぶ様子を、 後ろから撮影した動画を上映した。また、講師の一人であった、相田誠は、涙を流した少女がレープされている絵や、ゴキブリと性行為をする女性、死死切断されて、犬の格好をしている女性の絵を、巨大スクリーンで映した。提訴した女性によると、相田は遅刻した上によって、路列も回らず、下ネタを連呼したと語った。 女性は講義で、間が語った、自分が、学生の時に来た美術モデルを、ズリネタにオナニーしたとの発言を冒頭と受け取った。女性はすぐに、大学のセクハラ対策窓口に、苦情のメールを送ったが、その後の、第5回の講師の写真家、高野隆史大は、無修正の男性機の写真を何枚も大画面に、写した。女性は弁護士を交え、大学側に、 対策の徹底を求めた。大学側は、同年7月、間講師の言動に性的で配慮に欠けるものがあった、投影した女性の写真の乳首に描かれた、富士山にペンライトを当ててつついたりしたなどセクハラの、事実は認めるとといった、環境型セクハラについて対策が不十分だったと、認める内容の調査報告書をまとめ時短に当たった。しかし、 その後の話し合いにて、時短にあたって、お互い関わり合いを持つことをやめる、という項目の要望があり、交渉が決裂。特に、大学側が、和解条項に、学生としても、仕事としても、今後、大学に関わらないことと女性の排除を盛り込もうとした、ことが溝を深めた。 京都造形芸術大学でわいせつな言動や作品を実際に提示した講師は訴えられていない。女性は被害相談した学生側を排除し著名人である加害者を守ろうとする対応を問題視した。女性は大学の授業に参加したことで大学から排除されるのは本末転倒。大学の同窓会への出席さえ制限しようとした。と語った。 2019年2月22日、女性は、講師の芸術家による、セクハラ言動及び提示された作品が性的で、精神的苦痛を受けたとして、講座を主催した大学に対し、医者料などを求めて、東京地裁に提訴した。代理人の弁護士は、大学は、セクハラ禁止のガイドラインを設けており、公開講座を運営するにあたっても、セクハラ対策をすべきだった。 作家の作品の是非やセクハラ言動そのものでなくそうした環境を作り出したことに問題があった。と述べた。講座の運営方法や告知の仕方、その後の対応について責任を追求していくとした。2020年12月4日、東京地裁は学校法人に対し約34万円の支払いを命じた。地裁は 映し出された一部について違法なわいせつ作品に当たると判断した。受講生はわいせつ作品が講座の中で紹介されるとは予測できなかったとした。法人側は講座の受講を大学の単位として認定する制度を設けており、受講生はこの制度の活用を希望していたが遅刻や早退をせずに講座の前回に出席する必要があった。法人側は 受講者は自由に退席できたと主張したが、パンフレットに印字されている項目上では受講中に使用される作品の確認ができないため、判決は、講座のパンフレットでは遅刻や早退をせずに全講座を受講することなどが終了条件とされていたと指摘した。その上で、受講者が強い嫌悪感や羞恥心を感じることは予見できたはずだと述べ、 京都造形芸術大学の責任を認定した。こうした事情を踏まえ、地裁は受講生がわいせつ作品の主張を強要されたと認定。法人側はわいせつ性や性暴力性のある作品が紹介されることや途中退出や相対が可能であることを事前に告知する義務があったと判断した。学校法人は判決を見ていないのでコメントできないとした。 ありがとうございます。